はい、帰ってきました。得点クオリティ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 クで、これニコタさんが始められてずっと引き継いで5回目で1回やめたんですが、ちょっと去年いろんな人がわーっと新しいもの出てきてて紹介できなかったのがとっても残念だったので、改めて今回紹介することにしました。ということで、あともう1点、去年まで、去年というか一昨年まで、今年何もリリースしないという方も含めてたんですが、今回さすがにちょっと人数増えてきたのと、リリースされない年月も増えてきたのでちょっと省略することにしましたが、明日からとご了承くださいというわけで前置きを終わりというところで、これから順位を1個ずつ紹介していきます。皆さんお手の箸の準備をお願いします。というわけで、まず第10位、カズメロさんが、2011年ぶりかな、2011年から久しぶりにランクインしました。おめでとうございます。どこ行った、ナイスプロだ、ごめんなさい。はい、第9位、鶴木さん、おめでとうございます。今回初めてです。はい、では、モテメンさん、おめでとうございます。モテメンさんはもしかしたら前にも入ってるかもしれないんだけど、ちょっと私のスーパーオーサーのリストのところでもって前バグがあって出来上がった可能性があって本当にごめんなさいという感じです。第7位、パピックさん、あれですね、そんなことやったので、おめでとうございます。第6位がジグザグさんがそのまま残ってらっしゃいます、おめでとうございます。第5位、ヤギさんが、ちょっとだけランクアップした感じです、おめでとうございます。第4位がパーパーさんがさらに順位からアップしています、おめでとうございます。早城さん第3位で、これも初めての方です、おめでとうございます。第2位がヤギッツさん、おめでとうございます。で、第1位なんですが誰でしょう。というわけで、林さんが、おめでとうございます。おめでとうございます。というわけで、他のもうちょっと下の方も含めて、全部リストこの URL に上がってますので、いろいろ と、ボタンを押すと相当できるようになってますので、試してみてくださいと。それからもう1点、今回、8、9、10ぐらいにちょっと、満点じゃなかった方がいらっしゃったんですが、1点だけ注意を喚起したいことがあったので書きます。ミネラルを使っている方に、多分ほとんどミネラルを使っている方だと思うんですが、メタジェイソン、ご存知です、メタジェイソンというものが、あるんですが、メタジェイソンはメタヤングバージョン 1.4 というスペックを使うんですが、メタジェイソンの基本のスペックはメタジェイソンです。ということは、メタジェイソンのちょっと余裕が入ってますが、ライセンスのところです。あ、ごめんなさい、書いてない。あ、はい、書いてるか。ライセンスの項目は、メタジェイソンの 1.4 だったら1個構わないですが、メタジェイソンのスペックにはリストです。リストじゃないことを、そのままストリングを書くと、スペックエラー、仕様に合ってないよと言って点数が下がるのでご注意ください。以上です。ありがとうございます。